中央アメリカの地図紫、グアテマラ緑、ベリーズ茶、エルサルバドル青、ホンジュラス木、ニカラグア赤、コスタリカもも、パナマ中央アメリカは、中米ともいい、アメリカ州を北、中、南に分類した場合の北アメリカと南アメリカをつなぐ、地境部で、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマの7カ国からなる地域である。 自然地理学的には、メキシコのテワンテペック地峡からパナマ地峡までである。この場合は、メキシコの南部諸州が中央アメリカへ含まれ、パナマの南部が中央アメリカに含まれないことになる。域内7カ国の総人口は、約4200万人で総面積は52.4万平方キロメートルである。アメリカ州を南北に2分した場合、中央アメリカは北、アメリカに含まれる。 蒸気の範囲を拡大し、中央アメリカにメキシコ及びカリブ海諸国を含めた中部アメリカという定義もある。これにはさらにコロンビア、ベネズエラを含める場合もある。カリブプレートと断層熱帯低気圧の経路グアテマラとベリーズは北米プレート上にあるが、その他はカリブプレート上である。地学的に非常に活発な地域であり、火山も多く地震も頻発している。 約300万年前の先進洋に形成されたパナマ地境は南北アメリカ大陸をつなぐと同時に海洋を2分したことで地質時代上の重要な出来事と考えられている。平野部はベリーズとニカラグアに多いがその他の国は山岳地形である。大陸の一部ではあるが東西に細い地形でメキシコ湾、カリブ海と太平洋に挟まれており、雨量が多い。また、 カリブ海と太平洋のそれぞれで発生したハリケーンの影響を受ける。詳細は中央アメリカ史及びメソアメリカの変年を参照2万年前には人類が到達しており、メキシコ南部から中央アメリカにかけて先コロンブス期にオルメカやマヤなど様々な文明が発達した。16世紀にはスペイン人によりメキシコ、中米、南米が征服され、 17世紀から19世紀初頭にかけてヌエバ・エスパーニャ副王領の開業制組織のグアテマラ総官僚が北は現在のメキシコのチアパス州から南はコスタリカに渡る地域を統治したパナマは南米北部のヌエバ・グラナダ副王領の統治下にあった1821年にはグアテマラ総官僚はスペインから独立し中米連邦を成立させたが内戦を経て19 連邦崩壊後も何度か再統合が試みられたが成功していない。1960年には経済統合を目指し中米7カ国が加盟した中米統合機構が設立された人文地理学の観点から文化的異を考慮しアングロアメリカとラテンアメリカで分類されることもありメキシコと中央アメリカ諸国を一つのグループにまとめる場合がある。メキシコ、中央、アメリカ、さらに カリブ諸島のくくりを中部アメリカと呼ぶ。国際連合では、アメリカ州を北方アメリカと中央アメリカ、カリブ諸国及び南アメリカと分類している。アングロラ県の分類は、カナダのケベック州はフランス語圏であり、中米、カリブ諸国、南米に平天語圏があり、米国領のプエルトリコはスペイン語圏であるなど、地理的分類が容易ではない。 人口は2014年現在で約4800万人、人口密度は約91人、軽平方メートルである。コスタリカを除く6カ国ではメスティーソに代表される、根血の人口の割合が最も大きく、中央アメリカ全体では約6割が根血である。ついで白人が地域の約20%を占め、コスタリカでは白人の人口が最も多い。他に、 グアテマラでは先住民族が4割近くをベリーズでは黒人が3割以上を占める。中央アメリカ7カ国際協議には中央アメリカ連邦を構成していた5カ国のみが本来の中央アメリカであり、中央アメリカのアイデンティティもこの5カ国が共有するものだったが、1903年にコロンビアから独立したパナマ、イギリス領ホンジュラスが独立したベリーズが加えられて、 この2カ国も中央アメリカを構成することになった。経済的にはパナマ、コスタリカの最上位、グアテマラ、エルサルバドルの中位、ニカラグア、ホンジュラスの最下位国に分化する西インド諸島、カリブ海周辺蒸気に加えてカリブ海の西インド諸島を含めた地域、ありがとうございます。